ジョナス・フェルディナンド・ガブリエル・リップマンは、ルクセンブルク生まれのユダヤ人の物理学者、発明家。光の干渉現象に基づいた天然色写真の技法の開発により、ノーベル物理学賞を受賞。ルクセンブルクにて、フランス系ユダヤ人の家に生まれる。3歳の時一家がフランスに戻り、パリに移り住んだ。そこで、自宅で両親から教育を受ける。1868年、 高等師範学校に入学。しかし、興味のある科目しか勉強しなかったため教員試験に受からなかった。1873年、フランス政府から科学教育の技法についてドイツで学ぶことを指示され、ドイツに赴いた。ハイデルベルク大学では、ウィルヘルム・キューネ・トグスタフ・キルヒホフの下で学び、ベルリン大学では、ヘルマン・フォン・ヘルム・ホルツの下で学ぶ。 1875年にパリに戻って研究を続け、1878年にソルボンヌの研究員、1883年に動物理学教授となった。リップマンは小説家ビクトール・シェルビュリーの娘と1888年に結婚している。1921年7月13日、蒸気船フランスでカナダに向かう洋上で死去。 1891年にリップマン式天然色写真を発明した。これは光の干渉によって光の色を再現させるものである。現在利用されている赤、緑、青の四角に基づいた光の三原色ごとに記録する一般的なカラー写真とは異なり、物理学的に一定の周波数帯域全体の光を記録することができる。しかし、 像が鮮明にできないことや高価なことからこの方式のカラー写真が普及することはなかった。普及こそしなかったもののカラー写真としては初めての試みであったため1908年にノーベル物理学賞を受賞した。リップマンはまたフランス工学研究所の創設に尽力した。他にも初期の心電図計測装置に使われたリップマン電位計を発明した。 また、1908年には、インテグラルイメージングと名付けた、立体画像の仕組みを考案した。1886年2月8日、リップマンは、フランス科学アカデミーの一員となり、1912年には、会長を務めた。さらに、ロンドンの王立協会の外国人会員でもあり、フランス系土局及び、ルクセンブルクのグランドデュークルインスティチュートのメンバーでも、あった。 リップマンが撮影した初期のカラー写真、ありがとうございます。